ありがとうございます。あれ、テロップもっともっと縮めていけたら嬉しいです。今日はおやつ作り、じゃん、テロップにある通りワッフルを作っていきたいと思います。浦部さん、レインボースターの桜餅ありがとうございます。私今思った、ボタ餅作ればよかったでも今日はちょっとおしゃれにワッフルを作ります。ワッフルを作りたいと思います。でもね、みんな、私のワッフル作りはそう簡単にはいきません。なんとですね、牛乳を買い忘れました。はい、どうする、渡辺、どうする、渡辺と牛乳がないだとしたらヨーグルトを使えば代替え品になるのではと私はひらめきました私は牛乳を買い忘れました。でも前日あの牛乳丸々1本使って作ったヨーグルトがあるだとしたら、もうそれはヨーグルトなのではないかと、そう、あえて自分に試練を課した。違うそうではないな、なんて言うんだろう、神様が私に試練を与えました。ではこれが、もしかしたらこれがめっちゃ美味しく作れて、ハチ、ハチが外で黄昏れてます。そう、ヨーグルトはあるんです、牛乳で作ったヨーグルト。では作っていきたいと思います。ボウルに卵を割ります。もしかしたらさ、これで流行ってさ、あのヨーグルトワッフルっていうのがさ流行るかもしれない。牛探しに行く、あ、そっから始めようか。あらちゃん、あちゃん、後ろでもぞもぞしてるけど、あんた外出たいのか。あ、危ないよ。ワッフォ、ワッフォ、ワッフォ作ります。卵を割り混ぜる、卵を割り混ぜる、ワッフォ、ワッフォ、え、できるかな、牛乳とさヨーグルトって全然違うよね。ちょっと混ぜました、混ぜました。砂糖、塩、バターを加えて、あれ、これバターってもしかして溶かす感じ、溶かす感じかもしれん、もしかしたら。だって加えて混ぜるって書いてある。頼みます。砂糖、砂糖、ボールでかすぎ、確かにボールでかい。卵、砂糖、塩、バターを加えて、牛乳を加え、少しずつ加えながらその都度混ぜていく。バターは無塩、無塩。これさ、塩使うらしいんだけどさ、塩って入れんでもいいんかな、引き立つみたいな感じか。塩取ってきます。もうどんぐらい入れるんじゃん、すごいね、なんかやっぱ甘みのものって塩が入ってるんだね。そう、エプロン、
はじめましての方、はじめまして、イベント参加中です。星投げカウントよろしくお願いします。え、どんぐらい入れたらいいんだろう。書いてある、 2g。 あ、こんぐらいじゃない。どうしよう、どうしよう、めっちゃ入れてしまっとってさ、超しょっぱくなったら。次はバターじゃん。え、めっちゃいい匂いする。もうこれ食べれる、これ食べたい。45分までです。めっちゃいい匂い。そう、最近さ、これよくするんだよね、はなちゃん。なんなんだろう、ここにいる。これよくするんですよ。りっちゃさん、だるまじゃない、これボールだ。ありがとう。こっちさん、ボールありがとう。レインボーさん、ありがとう。ジョージさん、ナイス、ありがとう。ボールもありがとう。うんうんうん、じゃあバターを注いできます。うわ、めっちゃいい匂い。もうこのまま食べれそう。このまま食べちゃいたいぐらい。これお腹壊すかな、これ食べたら。ケンジーハートありがとう。薄力粉、ベーキングバターをふるい入れて混ぜる。よし、ちょ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 、ブレーキングパウダー、ベーキングパウダー、ベーキングパウダー、薄力粉。ケンジハートありがとう。イズチャさん、レインボースターありがとう。あ、私このふるい入れるやつめっちゃ好きなんだよ。よくカーテンの裏に隠れます。だってやっぱ動物ってそういう習性あるのかな。ねえねえ、そう、頑張ってきそうな予感がする。神の手、神の手氷。お、すごっ、めっちゃ入るね。神の手氷、マジ。時間内にできると思うんだけど。あ、順番間違えた。これダメかな。自作やった。牛乳の代替品ヨーグルト。あ、すごい。どうだろう。
なんでちょっとずつ入れに行けんだろう。順番を間違えたけど。映っちゃうよ、映っちゃうよこれが。ワッフルワンダフルやわ。かわいい。ハーチは。最近の花ちゃんのなんかね好きなポジションなんですよ。ボヒボヒ言うてる。いい位置キープしてる。なんかこれ詰まっちゃうかな。これってやっぱふるいをちゃんとせんにゃさ、食べた感じの食感が悪くなるかな。りちゃさんハートありがとうございます。よろ。これが全然できん。今日多分さ湿度がさ体験なんかさありえる。薄力粉がさなんかね連結しちゃう。え待って、あと15万ポイントだよみんな。すごい待って。なんでバターって焦げるっけ。すげえ焦げる。すげえ焦げる。できる。これ手が疲れた。手が疲れちゃうんだよ。はじめましての方、はじめまして。レシュミチューヤスベイさん、レインボースターありがとうございます。レイカカイさんファイトありがとう。リッチャさんハートありがとう。月影さん、だるまたくさんありがとう。みけちゃん、チューリップありがとう。それでは、それでは。ん？どのくらい切るか、7、8分ね。わかんない。でもこれ、この機械が、え、この機械に書いてあるんじゃない？そんな、この機械の対応したの書いてある。お玉、8分目。むずっ。お玉8分目ってむずっ。いろんなシャカシャカのこなれ感ね。そう思ったわ今。これ初めてだね。でもね、そう初めてなんよ。ホットサンドしかしたことないよ。ワッフルメーカー、なんかホットサンドについとるワッフルメーカーを。これもお玉よりさ浅いやんか。えってさ多分ね。あ、でもなんかさ、今なんだ、もうちょい、なんかさ、ヨーグルトえんちゃう。ヨーグルトえんちゃうって気がしてきた。え、途中で、え、なんかさ、すごいいい気がしてきた。いや、入れすぎじゃろ、絶対。お、足りん、普通じゃん。待ちます。え、なんかいい感じがするよ。すっごいふわふわな生地ができた。ちょっとさ、なんかヨーグルトのサワーな感じでさ、さっぱりした生地ができるんじゃないかな。そんな気がしてきた。45分までなので、この配信次の枠が5時35分からです。やばい、もしかしたら怪我の功名ってやつかも。なんかこれ昨日も言った気がする。こたつ猫さん、レインボースターありがとうございます。でかかいさん、ナイスありがとう。月くりさん、チューリップありがとう。ほりちゃん、ハートありがとう。おしめんななみさん、桜ありがとう。小型ペンギンさん、レインボースターありがとう。やすべいさん、レインボースターありがとう。
ファイトありがとう、電気会さん。おじめのお店で代用品でもうまくできそう。そう、あ、待って、あ、待って、あ一番起こしたくない事件が起きた。え、見た、でもいいんじゃない。見てみんな、やだ、見て、いや、中身は焼けてるから大丈夫じゃない。みんな、違う、あの溢れた、あの欲張りすぎた生地の量。ポカポカの牛肉 300g チャレンジみたいや。私最近あのお昼の番組のポカポカの牛肉 300g チャレンジがめっちゃ面白くてさ、すごい楽しみにしてるんだよね。ロックオン、めっちゃいいねする。ロックオンさん、ハートありがとうございます。おいでませ元気さん、ファイトありがとう。これってどんぐらいやるもんなんだろう。キャーマンさん頑張れありがとう。ゼロタピさんボールありがとう。ナーコーさんハートありがとう。おしめなのみさんハートありがとう。あ、切れた、なんか緑が消えたけど。待って、天才。でももうちょっと焦げ目つけたい気持ちもある。でももうすぐ40分になるの。ヤジウマさんレインボースターありがとうございます。でも多分さ、この書いてある時間帯的にはいいんだと思う。ねえ、すごいよ、ふわふわ。まだ中があれかな。すごく声が欲しい感じはある。いや、ある、もうちょっとかな。でもスイッチ入っとうけどね。もうボタンがベロベロになっとんよ。焼きそばさん、桜の花びらありがとう。ヤスベさんハートありがとう。ジョージさんレインボースターありがとう。待って、10万ポイント切った。みんなありがとう。ウーさん桜餅ありがとう。ホタテサマーさんコマありがとう。ヒットクットさんボールありがとう。ヤジウマさんレインボースターありがとう。うわー、みんなありがとう。すずさんレインボースターありがとうございます。ねえ、本当にありがとうございます。 STU クルーの皆さん、あとペロンって取れるよ。焦げたよ ね、でもなんか多分さ、手前の方がさ火が入りやすいんだと思う。めっちゃ綺麗に撮れる。電化会さん頑張れありがとう。うわ、すごい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 、ひっくり返した方が多分綺麗。うわー、え、すっごいふわふわ。え、すごいよ、みんな見たよ、天才。しかもなんかヨーグルトがいい感じだったっぽいわ。わー、ハチが目覚める。え、なんか私天才。なんか売れるレベルじゃん。なんかあの文化祭って感じ。え、文化祭、それはいいのか。
これはお母さんに振る舞うものです。じゃーん、わー完成、メイプルシロップもかけた、わーい。ロックオンさん、レインボースターありがとう、青さんボールありがとう、浦部さん頑張れありがとう、めでたいさんありがとう、福武さんありがとう、すずさんありがとう、焼きそばさんありがとう、文子さんグレイトありがとう。じゃーん、というわけでいざちょっとお母さん一口いただきます。実食でいっぱい作れるな、これまだ生地が残った、はっやば、サクふわかも、いただきます。待って大成功、多分牛乳やったらどうなんやろうか分からんけど、おいしい、ちょっといっぱい家族に、家族のために量産します。すごい、みんなヨーグルトでも作れる。おいでもし元気さん頑張れありがとう、服部さん桜の花びらありがとう、りっちゃさんタコありがとう、深緑さんいいねありがとう、りっちゃんグレートありがとう、キャンマンさんふぅありがとう、文吾さんグレートありがとう、浦部さんありがとう、わあこたつ猫さんうまうまい、小型ペンギンさんいいねありがとう。というわけで45分になったらこの配信終了します。今回も今回もなんだか大成功しちゃったよ。5万ポイント切った、ほんまに多分ね、牛乳から仕込んだヨーグルトだったから素晴らしく完成しました。ちょっと風味が多分さっぱりしてるんだと思う、こっちの方が。俺にもちょうだいってあげる、みんなにも。あうん、まさかなっちゃんからこのような美味しそうなものが出来上がるとは。見直したかい、女子力の塊さ。では段順でいきます。やばい、ワッフルが喉の変なとこに入りそう。13位、おいでます元気さんありがとうございます。12位、浦部さんありがとうございます。11位、リチャさんありがとうございます。10位、キャーマンさんありがとうございます。9位、ヤジウマさんありがとうございます。8位、ウアンさんありがとうございます。7位、小型ペンギンさんありがとうございます。6位、こたつ猫さんありがとうございます。5位、おしめんななみんさんありがとうございます。4位、やすべえさんありがとうございます。3位、めでたいさんありがとうございます。2位、ジョージさんありがとうございます。そして第1位、殿下界さんありがとうございます。皆さんありがとうございます。5万ポイントを切りました。なんとまあ、なんとまあ、素晴らしい。もしかしたら今日1位で終われるかもしれん。みんなありがとう、次の枠で会いましょう。ではみんなありがとう、星投げカウントいいねありがとうございます。いいね